忠実でしょ、僕たち。忠実。おはようございます、こすけです、昨日はですね、もう7時半ぐらいに疲れ切ってしまって寝てしまいました。今ね7時ぐらいですね。後ろね雪が今バンバン降ってるんですけど、もっと降るのかなと思ったんですけどね、10センチから20センチぐらいでまだ降っているのでね、どれぐらいになるかわからないんですけれども、まあ、今日もね最終日、頑張ってスノーボードやっていきたいと思います。よろしくお願いします。おはよう、ショーのシーン。おはようございます、コウスケです。ポケモン、行ってた？もうすっかりおじさんで、腰がね、もうこれ巻かないと痛えよっていう、こんなです、もうこんなです、おじさん。おはようございます、皆さん。9時ギリギリに間に合いましたね。すいませんでした。いいんです、10時間ぐらい寝てるからみんな。僕は11時間です。ちょっとね、新設がね期待してたほどでもなく、まあ、降らないよりかはいいかっていう感じで ね。今日は午前中だけです。滑っていきましょう。はい、翔之進くん、今日はですね、翔さん、かかとはね結構上手くなったんで、つま先をねちょっと練習して、ちょっと大変な時間がね4回ぐらいあるかもしれないけど、練習していきましょうか。あと3回じゃない？そうだね、昨日1回やったからね、つま先あと3回やったら多分上手になってるんじゃないかなっていう、まあ、回数っていうかね、できるようになったらっていう感じだけど、多分翔さん早いからできるようになると思います。頑張りましょう。えいえい、おーおー、いいですね。でちょっとブレーキかけてまたこう、圧雪したね、上にね20センチぐらい積もっちゃってるんでね、めちゃくちゃ遅いですね、進まないですね。小野市大変そうです。ちょっと今2本滑ったのかな、2本滑ったんですけど、急にねもうね豪雪です。もう目の前も視界も悪いし、雪もねすごいことになっちゃってね、埋もれちゃうみたいな、圧雪してあるところでも。翔さんがちょっとねこれ様子を見ながら今日はねやっていきたいと思います。結構タフなね状況ですよ。これはリフトに乗ってるだけで積もっちゃうんだよね、雪がね、すごいです。はい、戻ってきました。結構ね雪がすごかったんですけど、チカ君たちはねパークが開いたみたいで、そっちの方をやってね楽しかったみたいです。キッズたちどうだった？よかった、よかった。ショーちょっと大変だったね。楽しかった。チカは楽しかった？あとでじゃあちょっと楽しみだね、ちょっと見せてもらうから。はい、雄大くんから。電気がもうローですね。あー、なくなっちゃうかも。今最後の電子レンジですけど、行っちゃうかな、これもうギリギリです。3泊4日でもうギリギリですね。ちょっと贅沢に使いすぎました。前回ねこれ鍵しないでぶっ壊れちゃったから、ちゃんとここやんないと。よし、綺麗になった。これもロック。 OK、勢い余って下も拭いちゃう。はい、 OK。 パークはどうでした、雄大？いや楽しかったですね。よかった。最初のあれよりかはスピードはやっぱ出ないんですけど、うん、でも全然楽しめるぐらいの。よかったですね。よかった。近くもウェーブをやって念願の。いや、よかった。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。帰りましょう。はい、行くよ。はい、 OK。 はい、はーい。
トリューネック雪合戦フェスティバルしてる。はい、ではね、片付けも終わって連結もし終わりました。木島平スキー場、子連れのねトレーラー旅にはすごくいいんじゃないのかなという感じです。トイレも24時間使えるし、車中泊もできて、チケットもですね、まあ、1000円台大人が、今日はね2日チケットだったんで、まあ、1150円ぐらいで、子供たちも550円と、スノーボードデビュー、スキーデビュー子供たちがするにはすごくね、いい場所じゃないのかなということでございました。2泊3日ねさせていただきました。これで静岡の方に帰りたいと思います。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録とね、よかったら高評価、ダメだったらバッとね、よろしくお願いいたします。あとインスタグラムねやってますので、ぜひね概要欄から飛んでみてください。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最高でしたね。最高でした。2泊3日木島平よかったと思いますよ。これからですね、はい、帰りますので、はい、お願いします。はい、4時間の旅でございますちょっとまだ4区は切れないね。そうですね、うん、このままちょっと行って、はい、結構雪積もっちゃったんで、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょうさっきやってたけどね